今まで15、6カ国回ってきたんですけど、本当に世界中に踊りがない国も民族もないということで、この踊りさえあれば絶対に世界の人とつながれるという確信が僕はあるんですけども、まあ本当にね、世界のそれぞれの国で踊りが違って、どれも素敵なんですけど、今年で一番初めに行ったのがブータンという国で、ブータンは世界一幸せの国と言われている国なんですけど、そこで僕は祈りのダンスを初めて踊って、踊りながら祈ることっていうのを初めて経験して、自分の中に新しいなんか心の扉を開いたような気がしました。ブータンでのダンスは、ブータンは仏教の国ですけど、皆さんが、毎日お祈りをする、お経を読んだりするんですけど、字が読めない人もたくさんいて、その人たちも同じように、ご利益があると言われるチャムという踊りがあります。これを見たことによって、そして踊った人も苦しみ悲しみから解き放たれて幸せに導かれるという踊りです。これは神様の踊りなんですけど、僕は今回神様の踊りをやらさせていただきました。刚刚问他说他在一代经历过，他刚说他在经历过一代经历过是传统的事业，可能没有其他的。他说在经历什么？因为我觉得说，说有摄影师帮忙，你跟自己拍才算自己的。神様の踊りをやってみたり、次は、ジャマイカ、キューバのカリブ海を360度海のダンスフラーで踊ったり、そしてブラジルの、アプロトリーという、ギャングになってしまう子どもたちのために音楽で、そうじゃない道を示すという団体のところに踊りに行って、みたいな、ブラジルで、そんなダンスの世界を変えていく可能性があるんだっていうのを確信すべき旅を今回はしました。他说看到不单是叫神的神秘的舞